山添拓参議院東京選挙区予定候補山添拓参議院議員をご紹介いたします。大塚駅をご利用の皆さん、また足を止めて聞いていただいている皆さん、こんにちは。日本共産党参議院議員の山添拓です。参議院選挙の予定される公示日まで2週間余りとなっています。今度の選挙で東京選挙区から2期目を目指して全力で頑張ります。この場をお借りして今日は市民活連の山部の皆さんと訴えをさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。選挙に投票に行ったことないという方もいらっしゃるかもしれません。そもそも政治に関心ないよという方もおられるかもしれません。そういう方にこそぜひ聞いていただきたいと思うんです。今いろんなものの値段が上がってますよね。お買い物されて毎日感じない日はないというぐらいに物価上がってると思うんです。玉ねぎが高いというお話、今日も私伺ってきました。スーパーで買い物をしても食料品だけでなくあらゆるものの値段が上がっていると思います。私は駅の立ち食いそばが好きなんですが、あれも値段上がってます。物価の高騰に対して暮らしと営業を支えるために政治が対策を取らなければならないと思うんです。今週国会では補正予算が採決されました。私たち反対しました。中身が不十分だからです。ガソリン対策と予備費しかない。今求められている対策とは到底言えないものだからです。ガソリンの値段が上がっているのは確かに大変です。でも今物の値段はそれにとどまらずあちこち上がっているじゃないですか。だから抜本的な対策が必要だと思うんです。日本共産党は、そして私山添拓は、経済対策、物価高騰対策、まず消費税を 5% に下げるべきだと訴えています。個人事業主の皆さん、フリーランスで働いている皆さん、インボイス大変ですよね。準備されている方大変だと思うんです。複数税率でなくなればインボイスは必要ありません。 5% に下げればインボイスも中止させることができます。これ私たち求めたいと思っています。私も3月の国会で岸田首相に求めました。消費税下げるべきだと。総理が言うのはいつも決まっています。社会保障の財源なので下げられません。本当にそうでしょうか。消費税は社会保障の財源、思い込まされてきてますよね。だけどこの33年間消費税収400兆円超えましたが、同じ額、いやそれ以上の法人税や所得税、住民税、減税、減収で収入が減ってしまっています。集めた消費税は社会保障に使われるんじゃなく他の税収の穴埋めに使われてきた。これが現実だと思うんです。そのこと総理に聞きましたが答えはありませんでした。消費税は社会保障の財源、呪文のように繰り返すだけです。もうこれやめるべきなんじゃないでしょうか。しかもね皆さん、消費税必要だっていう時の岸田首相の言い方、消費税は安定財源だっていうわけです。安定財源ってどういうことか。景気が悪くても収入が少なくても暮らしが厳しくても安定的に取り立てるってことですよ。みんな日々暮らさなくちゃいけませんから、消費は必ずしなくちゃいけない。安定的に絞り取るのが消費税だとこう言ってるわけですね。ひどい税制じゃないでしょうか。税金というのは皆さん、儲けを上げた人、所得の多い人、その能力収入のに応じて負担するべきものじゃないでしょうか。儲かった人ほどたくさん納める、それが税金のあり方だと思うんです。公正な税制に改める。大企業とか大金持ちとか儲けてる人いっぱいいますから、そういう方に
もうちょっと負担いただくようなあるべき税制に変えていく日本共産党は、私山添拓は公正な税制実現するために頑張りたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。今物価が上がっているのはコロナの影響やウクライナの侵略の影響だけではありません。アベノミクスで異次元の金融緩和をやってきた、株価を釣り上げるためにどんどんお金をつぎ込んできた、それが円安を招いてきたわけです。海外の投資を呼び込みましたので、日本には円がたくさん、お金がたくさんある、みんなのところにお金たくさんあるわけじゃないんですけども、あるところにはたくさんあるわけですよね。そうして儲かる人はどんどん儲けてきた。だけど円安によって輸入品の物価は上がってくる、この先もどんどん上がってくる、そういう状況になっています。アベノミクスで大企業も大金持ちも空前の儲けを上げています。しかし私たちの暮らしは良くなったでしょうか。給料は上がったでしょうか。年金は上がるどころか下がってきたんじゃないでしょうか。暮らしは良くなるどころか物価が上がって厳しい状況じゃないですか。アベノミクスもうダメだと思うんです。10年経ってまだ道半ばというならもうやめてもらった方がいいんじゃないでしょうか。日本共産党はそうではない未来を選ぼうと訴えています。ここにもありますけども、賃金上がる日本にしたい、賃上げをする、給料を上げるために政治ができることといえば最低賃金を上げるというのが一番効果があると思います。正規で働く人も非正規で働く人も最低賃金が上がれば底上げになります。中小企業支援が必要です。大企業にちょっと負担していただこうと私たち提案しています。皆さん今大企業の内部留保溜め込みに溜め込んでいます。この10年足らずの間に130兆円大儲けしてるんですね。ちょっとぐらい還元してもらっても罰は当たらないんじゃないでしょうか。日本共産党は大企業の内部留保年間 2%、 5年間限定で税金をかける、そういう提案をしています。10兆円の財源で中小企業の賃上げ支援していこうと提案しています。もちろん大企業が自分のところの賃上げを進めるならそこには課税しません。大企業も中小企業も賃上げにつながる道、これを提案しています。皆さん今国会でこういう提案しているのは日本共産党です。大企業に対してはっきりものが言える政党だからです。企業から献金を受け取ってません。くれそうな大企業もあんまりないんですけども、とにかく大企業からお金をもらえませんからはっきりものを言うことができます。この党を伸ばしていただいて大企業にも大金持ちの皆さんにも黄金の負担をいただいて給料上がる政治に変えていこうではありませんか。どうかよろしくお願いいたします。社会保障をより良くしようってことも訴えてます。医療や介護や年金負担増給付金、これやめようってことを訴えてます。今日はここでは大学専門学校学費を半額にっていうクラスター持っていただいています。私は昨日国会で大学の学費を半額にする、そのために高等教育にかける公的なお金もっと増やすべきだということを岸田首相に求めました。皆さん今大学の学費国立大学で53万、私立は平均で93万、すごい高いですよ。これもし学生がアルバイトで賄おうと思ったら毎週15時間バイトしなくちゃいけない、毎週20時間バイトしなくちゃいけない、生活費別です。それぐらい働いて納めることのできる学費で高すぎると思うんですよ。だから高いと思うかって岸田さんに聞いたんですね。そしたら高いって言いませんでした。高いって言わないってことは払えるだろうって思ってるんでしょうか。53万年間ですよ、93万入学金も合わせたら、大学に入って最初の年は
100万以上負担しなくちゃいけない、そういうケースが普通なわけです。払えるわけないと思うんです。親の収入だって減っています。それでいいのかっていうことを私昨日も訴えました。そしたら皆さん、岸田首相が何と言ったか、財政の問題もあるので難しいって言ったんですね。お金がないから大学生に学生の負担軽減難しいっていうわけです。皆さん、岸田首相はバイデン大統領とはどんな約束をしたでしょうか。軍事費を今の2倍にしていく、相当な増額をしていく約束したじゃありませんか。勝手に約束をして財源も示さずに軍事費がどんどん増やしていくという、軍拡のためにはお金を使えるのに学生のためには使えないっていうんでしょうか。そんなのおかしいんじゃないでしょうか。国防のためだと言って消費税上げるんでしょうか。暮らしの予算削るんでしょうか。さらに生きにくい社会を作って軍事的な緊張も高めて、しかし一方で学生の学費負担軽減のためにはお金を使えないっていうんでしょうか。私はそれはおかしいと思います。税金っていうのは皆さん暮らしよくするために払ってるんじゃないですか。みんなで働いて、あるいは消費税で買い物するために取られて、それでも世の中ちょっと良くなったらいいと思って税金を払ってるはずですよね。私たちの身の回りを少しでも良くするために払ってるはずじゃないですか。それに使えないっていう政治でいいんでしょうか。私は変えるべきだと思います。税金は暮らしのために使うべきです。そういう政治に変えるために選挙で新しい方向を選んでいただきたい。日本共産党を伸ばしてください。私、日本共産党の山添拓を再び国会へと押し上げてください。重ねてお願い申し上げます。その軍拡ですけども、防衛予算 2% にしていく、今の倍ぐらい5兆円ぐらい積みまして、岸田さん何をしようとしているか。敵基地攻撃能力、改め反撃能力、名前は変えてもやろうとしていることは一緒です。相手の国に出かけていって先制攻撃で空爆する、こんなこと許していいんでしょうか。あるいは安倍元首相や日本維新の会のようにアメリカの核兵器を日本に置いて核で脅していく、こんなことやっていいんでしょうか。皆さん、日本がもし核兵器を置くことになったら、それによって相手の国を脅していくことになったら、やってることはプーチン氏と同じじゃないでしょうか。日本に核兵器を置くことになったら北朝鮮に核開発やめろって言えなくなるんじゃないでしょうか。それは日本とアジアの緊張関係をもっと高めていくことになると思うんです。軍備を拡張するということは、戦力拡大するということは、相手にとってはそれは脅威になるんじゃないでしょうか。日本を脅威だと思ったら相手の国もどんどん軍拡進めることになるんじゃないでしょうか。侵略戦争をやらないと誓った憲法9条を今変えてしまったら、アジアの国々にとっては、ああ日本は侵略やめるというその決意を捨てたんだな、そういうメッセージになっちゃうんじゃないでしょうか。私はそんな未来選び取るべきじゃないと思うんです。平和のために戦争を準備するなんていうことは矛盾でしかないと思うんです。日本共産党は戦争を起こさせないために知恵と力を尽くすのが政治の役割だと考えます。戦争させないための平和外交こそ必要だと訴えています。今ロシアのウクライナ侵略、もう3ヶ月を超えて本当に心配ですよね。その時に必要なことは国連憲章を守れと世界が一致して訴えることじゃないでしょうか。どんな理由があっても戦争によって物事を解決してはならない、その戦後の国際ルールが国連憲章です。これ守れっていうのが世界に求められていることだと思うんです。バイデン氏は違いますよね。西側か東側か、民主主義か専制主義か、価値観で分断しようとしています。
それでは乗ってこられない国があります。どの国でも、どんな体制の国でも、ルールに基づいてなら物を言うことができます。一致することができます。どんなことがあっても戦争で物事を解決しない、国連憲章のルールを確認して再構築する、これが今世界で最も求められていると私は思います。そしてこの道をもっと進めて世界に誓っているのが日本の憲法9条だと思います。9条を生かして平和外交で対話と協力の東アジアを作る、私日本共産党の山添拓はそのために全力を挙げたいと思っています。日米同盟や韓国とアメリカの同盟のように軍事同盟ではない平和と友好の条約関係を結んでいるのが東南アジアの国々です。東南アジアの国々、皆さん行かれたことあるって方いらっしゃるかもしれません。国によってバラバラですよね。宗教も違う、民族も言葉も違います。歴史的な背景も違うし、経済発展の度合いも違います。ですから国によって思惑いろいろあるわけです。いろいろあるけれども、それでも紛争を戦争にさせない方が地域の発展につながる、そういう共通の理解の上に平和の協力体制作ってきてると思うんです。平和外交というのは何もしないってことじゃありません。私たち国会で訴えてますと、9条を生かして平和外交をって言うとお花畑みたいなこと言うな、そういうふうに言ってくる方いるんですけども、9条を生かした平和外交は生易しい道ではありません。外交努力というのは大変労力もかかります。時間もかかります。忍耐力も要すると思うんです。それでも皆さん、どんなことがあっても戦争を起こさせない、政治はそのことに責任を持つべきじゃないでしょうか。戦争させないためにあらゆる努力を尽くしていく、知恵と力を尽くしていく、そういう政治を行うことが憲法9条を持つ国の責任でもあると私は思います。今憲法9条を簡単に変えてしまおう、そんな議論がされています。岸田首相は9条に自衛隊を書き込むって言ってます。でもその自衛隊は災害救助や専守防衛の自衛隊ではありません。敵基地攻撃能力で先制攻撃をする、集団的自衛権でアメリカのために戦争をする、そういう自衛隊です。本当にそれで良いのでしょうか。私はそうではない未来を、憲法を生かした未来を選び取りたい、こう思います。どうか皆さん、平和のために力を尽くす、そんな政治にするために参議院選挙で日本共産党を押し上げていただきたい。党を作って100年、一貫して反戦平和を貫いてきた党です。この党を伸ばしていただいて、私日本共産党の山添拓を再び国会に送っていただいて、9条を生かした平和外交正面から取り組む、そんな政治を進めさせてください。どうかよろしくお願いいたします。国会論戦で政治を動かしたい、この6年間臨んできました。いろんな現場に伺ってお話も伺って、その声を国政に届ける、それが私たちの役割だと心得て取り組んできました。事実と道理に基づいて政治を正したい、こう思って臨んできました。昨日はさっきもご紹介いただきましたが、桜を見る会前夜祭の新たな疑惑の問題で岸田首相に通知をいたしました。前夜祭のホテル宴会ファイルという資料が出てきたんですね。その中見ましたら、ビールやワインやウイスキー大量に持ち込みで宴会やってた、宴会場で持ち込み許してくれるところが、あんなにたくさん持ち込み許してくれるところがあるもんなんだということを初めて知りましたけれども、そしてその持ち込んだお酒はサントリーが無償で提供してたわけですね。新たな利益供与の疑惑です。しかも2016年から持ち込んでいたというサントリー、どういう時期だったか、
お酒にまつわる税金の改正が議論されている時でした。第3のビールに強いサントリーは増税によって大きな打撃を受けることになるだろうと言われていました。ちょうどその頃から桜を見る会前夜祭に大量の酒が提供されるようになりました。サントリーの代表と安倍さんや麻生さんが久しく懇親するようになりました。そしてその税制改正は10年も見送られることになりました。税制改正をして見送ったお礼としてお酒を送ってたんじゃないか、こんなことまで浮き彫りになってきました。皆さん、桜を見る会なんていつまでやってんの、そういう方もいらっしゃるかもしれません。私も思います。一体いつまで隠すつもりなんでしょうか。いつまでごまかし不正を重ねていくつもりなんでしょうか。政治の疑惑は晴らさなければなりません。不正と腐敗を正さなければならないと思います。日本共産党はこういう不正や腐敗の温床になるような企業団体献金、やっぱり廃止するべきだと思うんです。政党はその政策や主張、それに賛同する皆さんに支えられるべきです。企業が賄賂のように送ってくるお金で政治活動をやるっていうのはやっぱり異常なんじゃないでしょうか。政党助成金もおかしいですよね。皆さんの税金から毎年320億円各政党が山分けをする。日本共産党を除く各党が税金を山分けして公助で成り立っている、こんなのおかしいじゃないですか。政治のあり方を正すためにも日本共産党を伸ばしてください。そしてこういう論戦をさらに多くの議員がさらに多くの時間をとってあらゆる分野で進めていくことができるように日本共産党を選挙で大きくしてください。今度の参議院選挙で強くしてください。東京選挙区で私山添拓を2期目の国会へと送ってください。重ねてお願いを申し上げます。最後に私伝えたいんです。先日いろんなイベントでお話をしているときに、なんで日本共産党なんですか、日本共産党のどこが好きなんですか、こういうふうに聞かれました。それで振り返ってみますと、私が共産党に入ったのは2003年です。イラク戦争が始まった年でした。21世紀にもなって世界はまだ戦争するつもりなのか。当時の小泉純一郎首相はアメリカの戦争に直ちに参戦しました。そしてやがては日本もイラクに自衛隊を送ることになります。また戦争かとうんざりしたんですね。そしてこんな社会でいいのかということを愕然とする思いで見ていました。その時に声をかけてくれたのが当時の大学の先輩で共産党の活動もしていた方でした。連れられてデモにも参加しました。初めてデモを歩きました。そして同世代の仲間が社会に対して働きかけている、戦争反対だと正面から訴えている、こういう一人一人の努力があって初めて世の中ちょっと良くなるんじゃないか、そういう思いがしました。皆さん今暮らしの中にいろんな不満がありますよね。もうちょっとこうなったらいいのにって思うことたくさんありますよね。それらを一歩でも二歩でも前進させてより良くするにはやっぱり声を上げるしかないんじゃないでしょうか。みんなで声を上げてそれと結びついた国会の議席があってこそ初めて世の中少し前に進むんだと思うんです。ツイッターをやってる皆さん、コロナで大変な時にハッシュタグ自粛と保障を忘れてたら、そういう声広がりましたよね。その声私たち国会で届けて、最初は保障をしないと言っていた政治、少しですけれども前に動かすことができました。徐々に前に進めることができました。検察庁法改正案に抗議します。入管法改正案反対、こういうハッシュタグのツイートもご覧になったことある方いらっしゃると思うんです。みんなで声を上げて、その声と国会論戦を結びつけば政治を変えることができる、悪い法案をなくしていくことができる、そういう経験を
重ねてきたと思うんです。もう一度訴えたいんです。みんなで税金を払っているのは暮らしを良くするためですよね。みんなで政治家を選んでいるのは大変な時に社会を動かす、社会を変えていく、その舵取りさせるためですよね。その税金で支え選んでいる政治をより良いものに、もっとみんなの声が届くものに変えようじゃありませんか。その大きなチャンスが夏の参議院選挙だと思います。どうぞ今度の選挙で国民の声まっすぐ議会に届ける、政治に届ける、日本共産党を大きくしてください。東京選挙区大激戦です。私も当落戦場です。どうぞ押し上げてください。日本共産党の山添拓君、引き続き国会へと送ってくださいますよう重ねてお願い申し上げて、私からの訴えといたします。どうもありがとうございました。頑張ります。ただいまのお話は山添拓参議院議員でございました。皆さん、今度の参議院選挙で日本共産党を大きく議席を伸ばしてください。比例代表は日本共産党、東京選挙区は山添拓2期目の挑戦です。皆さんの大きなお力添え重ねてお願いいたしまして、この場所での訴えを終わります。どうもありがとうございます。